寂しいおじさんだ。おー、キリギリスのお嬢ちゃん、久しぶりだね。どうしたの？私のお姉ちゃんが、魚のセンスにしちゃったの。何？なんてひどいこと。だからね、おじさんに仇を取ってほしいの。仇？おー、そうか。相手は誰なんだ？コオロギ。コオロギか。そんな悪いコオロギは、おじちゃんが成敗してあげるよ。と、リュック。おー、リュック。任せろ任せろ。え、リュック？あー、リュック。あの、インドネシアの悪霊論？あー、なるほどなるほど。無理かなぁ。リュークは無理かなぁ。残念ながら奥さんたちの職は、戦士とか格闘家ではないんやなぁ。コオロギならと思って承諾したけど、リュークってのと話変わってくるよなぁ。リュークの方を先に言ってほしかったなぁ。あー、リュークかぁ。おじさん今ちょっと体調崩してなぁ。コオロギなら行きたいけど、リュークは厳しいかもなぁ。え？でもおじさんはリュークよりも大きいし、大丈夫でしょ？見た目も強そうだし、あんなやつ目じゃないよ。早くやっつけに行こうよ。あー、やめてやめて。そこやね。僕が一番気にしてるところそこやね。僕見た目だけやね。自分で言うのすごい嫌やけど、見た目だけやね。クツワムシでウィキペディアで調べてみて。戦闘向きじゃないのわかるから。繊細なんやから。環境破壊とかにも弱いんやから。ごめんね。僕あんまり戦いとか向いてなくて。鳴き声の大きさとかなら負けないんだけど。だから他の虫渡った方が。そんなに大きいのに戦えないとか、見た目だけなの？声だけでかいとか、いけるじゃん。テトランポ、ウの大木、大男のしんなり、大きな大根からからし。めっちゃ言うてくるやん。例えもめっちゃ出てくるやん。いや、えぐない？そんな言う？オオクザムシのファンにしばかれるで。いや、でも、ここまで言われて逃げてたら、さすがの男が去るか。男には叩かなあかん時があるよしな。よし。俺だってやるときはやるんや。この子のためにも戦ってあげようか。大男そんなに注意が回りかれん。あ、ちょ、わかったから。いや、言い過ぎやから。ほな、おじいちゃんが仇を取ってあげるよ。え？本当に？うん。どこまでやれるかわからないけど、やれるだけやってみるよ。よ